グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌様邸雑草対策増援工事石張動画施工令。素敵なお家ですね。どんなご相談があったんですか？はい、雑草対策のホームページをご覧になって奥様からご連絡をいただいたんですが、はい、あのこの今石を張っている部分に草がたくさん生えちゃいまして、はい、膝の高さぐらいまで草が生えちゃったんですよ。うん、それは大変だ。それでも奥様は悲鳴を上げて、うん、検索したらうちのホームページが出ていて、それでお問い合わせをいただいたっていうような、うん、でまあ、石張りをすれば、うんうん、もう草は生えてこないので、はい、もう石張りが似合ったのでそれをご提案したら気に入っていただいたんでね、うん、でもう全部一緒に張ってるんですよ。なるほど。ここね、今見える木はもともとあった木ですか？はい、木が他にも何本もあったんですけども、もうなるべく蛇が出たりいろいろするからいらないっていうんですけれども、はい、この木はちょっといい樹形だったので残そうっていうので残しました。はい、この石を足元張っても大丈夫なんですね。このぐらい張っても木は枯れることはないです。うん、で今この一番奥のところにその木がちょっと緑が見えてる部分の、はい、そこの根元をやってました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますのでホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。